どれ、今回の動画なんですけど、今回はですね、左に、ようわかんない人がいるでしょ。人じゃねえな、どう考えても。ようわかんない奴がおるでしょ。で、今ちょっとなんか周りにね、蜂がいるんだわ。そんな状況でね、動画撮ってる場合じゃないだろうってね、まあ、話なんですけど。まあ、左にいる通り、みんな大好き。ゆうたろう。ってかね、まあ、いると思うんですけど、この方と僕初めて会って、あったんですよ。うん。明日で発売されたやつもにね、明日で1ヶ月になるってのに、今日初めてこの人と会った人じゃねえ。今回はこの方をね、落とし穴ではめさせてやろうと思います。とりあえず、蜂の音がうるさいってね、すいません。このね、ゆうたろうとかいうやつを、あ、すげえジャンプできる。あ、そっか、俺ジャンプできんのか。まあ、こいつ、まあ、浮いてるじゃん。いや、なんでこいつ浮いてんのにさ、この落とし、ここの穴から抜け出せねえんだろうな、マジで。抜け出せるでしょ、普通浮いてるから。浮いてるから、この穴から抜け出せる気がすんだけどな、ゆうたろう。ってことで、まあ、この子見つけて、もう、スコップで閉じ込めてありました。え、抜け出せません、この子。で、これ今回この子落としではめてやろうと思います。はめてやろうっていうのもよくわかんないな。はめさせても思います。で、こいつね、なんか英語、なんかね、話しかけると魂がなんか、ぶっ飛んでいって、なんかめんどくさいことになるんで、話しかけてません、こいつと。このね、ゆうたろうを見つけてすぐにね、落とし穴をセッティングしたんですよ。まあ今映像流れてると思うんですけど、落とし穴はめる映像。あ、落とし穴はめる映像じゃねえわ。このゆうたろう見つけてね、すぐに落とし穴をつ、落とし穴をつ、やべ、滑舌悪すぎる。ちょっと落とし穴を作ったところで、この幽霊をね、落とし穴にはめていきたいと思うんですよ。多分やった人いないよね。てか、やろうと思った人いないよね。あ、幽霊落とし穴にはめさせたろうって。なる人絶対俺しかいないと思う。はめさせてやろうかなと思います。はい、落とし穴を準備しているということで。あ、ちょっと鼻邪魔だな。あ、お前は、お前どんな、ちょっと待って、待って、それはいけませんよ。え、どういうタイミングで俺の、おい、俺のスコップ、どんなタイミングで壊れたの？はぁ、今スコップつくために木材集めようとしたら、斧を壊れ、ちょっと、ちょっと認定特許やめてもらえます？はい、ということで、今度こそできる。じゃあ、ここに落とし穴セッティング、もう落とし穴はめるってだけなのに、今ちょうど10分。もう10分もこの子撮影してる。じゃあ、行きまーす。せーの、はい！あ、ちょっと早い！あーい！おい、お前な、どうしておるん？おい、はまれよ、お前！はまれって、お前落とし穴。おい、幽霊、せーの、へぇー！もうはまれって、ほら、え、こわー、俺、ちょっと待って、なんで、毎回はまんないのね、なんでだろう。なんでさ、住民とかはさ、落とし穴ではまるくせに、こういうなんかさ、ジョニーとか、ぴょん太郎とか、そういう特殊なね、住民とかはまんないの？おかしくない？あなたたちもはまんなさい、ええ加減にせよ。おい、こらー！あ、引いてたーって、お前、さっきから見てただろ、お前、どう考えても。どう考えてもさっき俺グリグリ押す姿見えてたよな。あー、ぶつけ幽霊が出るなんてもうダメです。一生の終わりです。人間、神の人間ですって。まあみんなここら辺のストーリーは知ってるっしょ、多分。正直アズモンやとか全員知ってる。魂の一部を探せって。あー、なに、魂を探せって。オッケー。コタマ、はい、網を使って捕まえろと。誰が集めるか、この野郎。